これは今日、不正受給が確認された保育施設のある那覇市と浦添市、宜野湾市の3市と県が合同で会見を開き、中間報告として発表したものです。それによりますと、2021年度から昨年度にかけて、ライオンの子グループが運営する5つの保育施設で、勤務実態のない保育士を配置しているように偽り、自治体からの給付金など合わせて5400万円を不正に受給していたことが確認されたということです。不正のあった施設では監査を免れるために本人の署名をコピーして切り取り、雇用契約書に貼り付けるなどして書類を偽装していました。県の聞き取りに対し、グループを運営する末広直樹理事長は、細かな指示はしていないが、自分の考えが原因となってそういうことが行われたのであれば、責任は自分にあると話しているということです。このグループは国からも不正受給していた可能性があり、県は関係機関とともに調査を続ける方針で、那覇市など3市は今後刑事告訴するかどうかについても検討するとしています。